よっしゃ来た。納豆と卵焼き、あざーす。おまけがつくあたり絶対好感度は、いつ来てもお客さん少ないな。今田さんだ。フレフレモグラーズ、すごいじゃないか。あんな大きな旗を振り回しながら走って踊って叫んで。酔っ払いがビルビー投げつけたでやんす。頭に当たっちゃったよ。泣きながら戻ってきちゃった。頭から血がドクドク出てるけど。ああ、旗を握ったまま倒れたぞ。元気なやつだな。旗を取られるとでも思ったでやんすかね。もう自分でも訳が分からなくなってるみたいだ。今の俺たちあんなに死に物狂いで野球やってるかな。俺たちあのがむしゃらな応援にプレーで応えられるかな。しょうがないでやんすね。今日はどことの練習に付き合うでやんす。ボンダ君はいいやつ。よし、なんか今日は蒸し暑いな。お、お前かよ。失礼でやんすね。はい。愛ちゃんも誘ってみよう。いいね。お前分かってんじゃん。これ告白では。ち、終わっちゃった。心の寂しいタワレ君には分からないでやんすかね。おいらは悲しいでやんす。そう、わびさびがあるやで。熱でもあるのか。一本で楽しめる時間が長く、数も多くて、一番安い。ベスト、コスト、パフォーマンスでやんす。お、いいね。順調なんじゃないかなって思うんだけど。現在、技術と素早さもちょっとあるから、とにかく、打力を上げて自分で点取れるようにしていきたい。まずはそこからだよね。で、最低限のステータスも欲しいんですけど。よし。どれがいいだろうな。筋トレ。よし。野球選手時点でやんす。おお。うわ、俺たちの2倍以上じゃないか。え、まさか。ボンダー練習だ。畜生。いいぞ。プレッシャーめっちゃ上がっちまったよ。さーて、体力減ったから食堂行くか。お、ユミコじゃないか。お、マジかよ。なんでそっちから。世の中よくわかんねえもんだな。なんか生々しいぞ。くー、まあ別にあの人が嫌いというわけではないんだが、こんだけうろつきコマンドで食堂ぶっ放してるから、今回はこっちで決めたいんだよね。チス、いらっしゃい。ひじきとコロッケ、唐揚げもついてくる。わーい。こんだけ言ってんのにな。お、うお、なんだ、イケメンと美女が。水木さんがいるぞ。何か話してるのはどうしたんだろう。また今度にしよう。あれ、困ってるじゃん顔。どうしたの。ふーん、怪しいでやんす。おい、つら、どうしよう。まさか。くそー、ドロドロしてきたぞ。なんかドロドロしてきましたよ。筋トレ、筋トレするしかねえよ、こうなったら。水木め、お、やったぜ。アイテムゲット。お守り、何これ。アイテム、災難を防ぐことができる。おお。で、その災難とは一体何なんだ。怖いぜ。筋トレ、よし。お、ユージ、ワゴンセールのジャンパーどっちにしようかと。おいおい、契約金をどんどんもらったんだろ、もっといいの買えよ。それじゃあもらってない俺の立場って。え、5年分じゃないか。
あれえ、ちょっと待って、ボンダ君すげえもらってないか。えらいこっちゃ、えらいこっちゃやで。よし、ちょっと気になるな。うろつき食堂、いや、納豆と卵のハンバーグもついてくる。例のイベントがあったから何かしら進行がありそうなもんですけど、今ので進行しなかったってことはおそらくランダムの類ですね。よし、 OK、 CBB、 お、ゼロパー、いいね。筋トレ筋トレ、神様ポイントアップ。行きましょうか、試合。サザンリーグの試合、またフィッシャーズ、ずっとフィッシャーズじゃん。フィッシャーズ狩りの男、タワムレマンです、よろしく。俺がいる限りユージは勝てないんだよ。魚はおとなしく海に帰ってな。またお前か。うれ、何、バッド折られた。くぅ、やるじゃん。こんなのもあんのか、今のパワープロには。あ、パワーポケ、どっちでもいいんだけどさ、やってくれますね。よし、抜けた。とりあえず最低限ですね。あんまり初期打ちにこだわらない方がいいかもしれない。テンポを意識しすぎというか、パワープロ11の癖で初級打ちでスキル取りに行っちゃう癖がついてんだよね。そう、初級で打つだけでいいからすごい楽なんですよ、初級丸をつけるのは。あのゲームではね。うぅ、すっぽ抜け。うわぁ、振っちゃったよ。何やってんの、つい出ちゃった。ここはミートでいこうか。うん、うお、うまい、やるじゃん。このままでは。よし、ノーアウト一塁か。ひっくり返してやろうじゃねえか。畠山、行こうぜ俺たちで。バテてんじゃん。うれ、ああ、悲しいな、力んじまったか。負けでーす。くそー、枯れなかった。力んじまったか。ステータス上がってからの方が成績が良くないぜ。でも1安打打ったし、1安打打ったし。こんなんじゃダメだ。元気出してくださいよ。そんなんじゃ俺が先に1軍に行くことになっちゃうっすよ。ぐー。お？古澤さんの部屋に。チッス。元1軍さん、どうもっす。すごい。いいワープロですね。買ったんすか？パソコンだよ。最初からパソコンって分かってるくせにボケるな。おお、うまく使えなくて困ってるところだ。知ってるなら教えろ。すごいな、戯れ。ちょっと見直したぞ。おお、買ってよかった。バレたか。これをやるからみんなには黙ってて。なぬ？派手なビデオ。まさかこれはムフフなやつか。ん？何か落ちてるぞ。財布じゃないか。警察に届けるぜ。アイテム。おお、やる気を3回復する。いいビデオですね。お、みなぎるぜ。めっちゃ筋力増えたぞ。やる気が最大だからか。ドミオだ。おー、打てないことをドミオなりに悩んでいる。あれ？おまじない？やっぱり何か勘違いしてるみたいでやんす。一休さんか。よし。電話もいいが、くっそ、愛ちゃんに電話かけてるのに、寮で、ちょっと、水木のところ行くわ。話を聞かせろ。ほら、バットだ。ついでにグラブと、それからユニフォームも。ちょっと？おお、野球なんて野球なんてやめてやる。いつまで経っても二軍じゃねえか。お前も人生を無駄にしたくなかったらさっさと野球なんてやめちまえ。
こいつ結構やさぐれてるよな。ほう。ここでわしからルールを説明しよう。水木のノックボールが来る場所にマークが出る。ボールが近づくとマークは小さくなる。マークがなくなる前にボールを取るのじゃ。ほう。なるほど、わかりました。で、今使ってるコントローラーじゃダメなのでちょっとお待ちを。よし、やってやるぜ。20球取ればいい。え？お、こういうことか。ほい、余裕じゃん。ほい、お前にはセンスがねえぜ。こんなの初見じゃなければこぼすことはない。よし、上々ですね。どうよ。何、こんなやつに負けてしまうなんて。いや、今のはなしだ。俺は立ち上が悪かったんだ。えい、うるさい。悔しかった俺より先に一軍へ行ってみろ。やったー、立ち直ってくれたようで何よりだぜ。ところで、もう少しで終わってしまうね、今回のショーも。どうなるかな。素早さと筋力で何かできるかい。できないね。とりあえずうろつこうぜ。食堂、愛ちゃんいない。チキショー、頼む、進行してくれ。イベント、うろつき、食堂、愛ちゃんいたぜ。きんぴらごぼうと目指し、焼き鳥もついてきたぜ。よし、今回は特に怪我もなくいい感じに進行していますね。よし。お、コーチ、チームに残す人を選んでるでやんすよ。ほう、バッティングを見せてやるぜ。お、キャンプバッティングの説明を聞きますか。はい。ほう、なるほど。目標は20点。いきなり重要な、これはロックオン効くのか。ルーキーのお守りは確かこの手の実技には適用されないんだ。ボンダ君意外とステータスいいな。お、ロックオンしたわ。お前、空振り取ろうとしてんじゃねえぞ。俺で売れ売れ、あ、売れ。ふう、危ねえ危ねえ。よし、何ぐえ、遅すぎるぜ、ボンダ君。うーん、まあ目標点数は乗りましたね。どうだろう、評価しておくれよ。おお、タームレか、なかなかいいじゃないか。バッチリ優勝与えたぜ。ふふ、これなら生き残れそうだぜ。え、わざと負けるようにしろと。今のままではモグラーズなどあの会長のおもちゃにすぎません。しかも飽きられたおもちゃです。来年にでも捨てられてしまうおもちゃなのですよ。私ならそんなことはしない。私も真面目に会長のもとで働いてきましたよ。おお、私の上に会長がいたと言うべきでしょう。まあお前有能そうだもんな。だからモグラーズに負けてもらうのです。おお、下手をするとグループ全体が潰れかねないのでは。ドリューコーポレーションは私のものです。そうでないなら潰れてしまって構いません。おー、なんか面白そうなことやってんじゃん。アイちゃんがいないや。さて、
まあ大丈夫でしょ、わしは。うん、来年1軍の君には関係ないな。やったぜ。でも代わりに誰かがいなくなるわけだ。だったらその分も頑張らないとな。お、やったぜ。クラカリさんとドミオ、ボンダも1軍スタート。球団のやつは1軍選手のうち年俸の高い選手を全部クビに。ギエー、やる気が。クリアしたけども、こいつはやべえな。秋キャンプ、モグラーズよ永遠に。なんでこんな背景不気味なんです。食堂いた、やったー。きんぴらごぼうと野菜炒め、炒められてる。しかもとんかつもついてくる。イエーイ。よし、タフがちょっと落ちてしまってるが、どう。ダメです、まだまだ脇が臭いです。脇が甘いね。そうとも言います。やったぜ。ニオワンは失礼な。ボンダ君に聞かれてたらどんな目に遭っていたか。ドミオ君もその辺は気をつけてね。さーて、キャンプといってもやることは変わんねえよな。トレーニング、トレーニングにしてもイベントが来ねえんだよ。え、変なのはタワレコの方でやるよ。仮装パーティーでもあるんですか、こっちパーティー。貴様、敵の国の言葉を使うとは何を考えてる。夢か。夢じゃねえんだろうな、これ。怖っ。不穏だぜ。食堂。いねえや、愛ちゃん。ちくしょう。さあ、ここからはオフ。食堂が閉まってしまう。うろつきで、寮行こっか。で、クラカリさんのイベントも見ちゃいましょう。一体いつ建てられたんだ。戦争の後らしいですよ。うん、最近の家よりもよっぽど頑丈なんですよ。あ、すいませんね。家の修理手伝ってもらっちゃって。おお、いい練習になったぜ。お、まただ。何かあるな。どうしたの、アイちゃん。よく話してるけど。あ、あいつ。やめときなよ。そんなこと俺には。そういうことだぞ。どうやらクラカリさんのイベントは全部見えてないだろうな。お、やった、差し入れ持ってきたの、ありがとう。ごめんなさい、すまねえ、あげない。スーパーパワビタ D。 ごめんな、これだけは譲れねえんだ。そういえばアイテムでさ、うわやば、これは使おうか、助かる。よし、マキシマーム、ヒュー、いいねいいね、アイちゃんありがとう、助かる。よし、もりもり練習したぜ。春キャンプ開始。来た。うわ、水木さんと一緒だ。デートしてるのか。後をつける、すまねえ。あれ、失っちゃったぞ。なんか情けなくなってきたな。帰ろ。え、やべえ、くそー、なんでだよ、俺こんなに一途に。え、ちょっと待って、ちょっと待って、バックルーム。そう。ナンパ？もうボコボコだぜ。電話番号聞かれただけ。おいらも知りたいでやんす。え？自分も。やった！ついに来た！よし！ナイス！ボンダナイス！やっと来たな。え？また踏んだし、ふざけんな。ボンダはここだけダメだな、マジで。
くそ、世論まで落ちるし、何なんだこの陰湿な空間はよ。え、おっしゃ、わーい、何言ってんだよお前、その1個をすごい大切にしろや。贅沢言いやがってよ。ついに来た、電話します。トゥルルトゥルルルトゥルルトゥルル、よし、じゃあカラオケに行こうぜ。そうなのか、おお、大人な店だぜ。よっしゃー、かまわん、もう練習なんてどうでもいいぜ。ようやく念願のデートができるようになったんだ。もう俺を止める者は誰もいないぜ。よし、お祈り、ほう、竹コースまで来たぞ。だけど今はいい。電話だー、トゥルルルトゥルルル。よし、今度は映画館行こうぜ。ホラーか、ほう、うん、意外と恋愛で。え、あかんのか、恋の病になってしまった。ボロボロだな。おっしゃ、あげないでやんす。全部飲んじゃった、ありがとう。お祈り、竹コース、ドカーン、お前にパパビタ D をやろう。そういう、そういうもんなんか。まあええわ。恋の病が俺をときめかせてしまうぜ。贅沢な悩みだよ。ゲーセン行こうぜ。ゲームってダメなの？ダメなもの結構あるな、この子。いい感じじゃないか。よし、一軍での春キャンプが始まったぞ。何がめでたいもんか、このバカ者が。うん、悲しい。俺もそうですよ。どうせなら実力で一軍上がりたかった。貧乏から抜け出すようなありがたいんですけど、来年もこの球団あるんですかね。優勝しましょう。俺たちで優勝するぞ。私頑張ります。私もなんだか燃えてきたぞ。よっしゃー、全部治ったー。練習、しょうがないな、しょうがないにゃー。やるか、タフ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 。残り35周、一体どうし、ノー、このビデオテープどうして途中で奪ってますか。バイキング侍の決め台詞が聞けないなんて、来週まで私は何を心の支えに生きていけばいいのですか。あなた日本人なのになぜあの良さがわからないですか。人をお、人よに瞳、男。結局こうなるのか。だったらもうデートするしかねえ。不眠症だったらデート行くしかねえよな。ほう、遊園地行こうぜ。そうだね、楽しかった。いや素晴らしい、いいデートができているよ。そら、ほらほら、試合が近づいてきましたね。あらあらあら、
なんか勝手に好感度上がっていくよ。モテるなこいつ。よしよし、ゲームの中でぐらいモテていけ。公園に行こうぜ。ほう、赤ちゃんかわいい。ほう、好きだよ。どうしたの？え？名前。オッケー！やったー！何です？ほう、いよいよこのとっておきを飲む時が来たと思ってな。あの時のお酒。プロになって最初にもらった金で最初に買った酒。こいつの値段を聞いたら多分腰を抜かすぞ。あれれ？ちょっと味が変わっちまってるな。でも結局いいチームだと思うな。これシーズン開幕。よし、パワーがついに A になったぞ。それ以外の能力はダメダメだぞ。お前ファースト行け、ファースト。よし、では試合に行ってきます。いよいよ開幕戦。優勝するからには負けは許されない。ほう、全部マニュアルか。よし、いいぜ。全員やれるんならコールドまで持ってってやる。必ずや。ドリルモグラーズ対バイソン。よろしくお願いします。右のボンダ対するバイソン。キエー、守備からか。先頭バッターはユアさん。スコア、野手データ。キエー、なんだこりゃ。絶対 A があるんだな。クーにしてもドミオなかなか強いっすね。水木もやるじゃん。へえ。よし、では行こうか。にしてもマニュアルか、守備。よし、オッケー。これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは小川。おぶね、すっぽ抜けてんぞ。投げた、2球目ストライク。よし、追い込んでから第3球を打ちました。いい当たり、打球はライトへ。これはヒットになります。おれ、それた。大丈夫大丈夫。いいバッティングを見せました。こっからよ、こっから。5番小平、今日2打点を挙げています。あっちきっしょ。つうかミーと A はヤバくねえか。打ちました、一塁線切れてファール。追い込んで投げた、インコース引っ張った。ぐえっやだーやだー、クソザルだぜ、チキショー。やばい、三塁だ。守備はあれだな、打たれるとまずいな。ピンチです、大ピンチです。くそー、守れば勝てたのに。せっかく彼女できたのに浮かれちまったってのか。うめえ、ちょっとあの紀藤さんやばいぜ、ガバガバだぜ、動き遅すぎるわ。あそこに打たせるとまずいぞ。インコース攻めてけ。おお、間違えた、何やってんの。フィルダースチョイス。守備焦っちまってできねえ。やべえよやべえよ。しっかり、よし、送ってきやがった。俺たちは初戦2軍だというのか。あかん。残念、そこは祈祷だ。畜生。くそー、強制交代かよ。どこ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 、やばいやばい。やばい、10対5。
10対5はやばい。ここで打者一巡してバッターは湯浅、投げました。初球空振り、タイミング合いません。外側打ちました。無理やりボール球使ってけ。振ってくれるかどうかは分かんねえけど、オッケー入った。やっと攻撃できるぞ。だけどこれミスったら終わるぞ。さあここは守備、やべえ、いきなりミート死んでるし。トップバッターは村松、打ちました。ヘナチョコすぎる。やばい。ランナーはありません。右バッターボックスには黒崎、今日2打点を挙げています。下位打線スタートってのが辛い。よし、5点取らなきゃダメとか、もうみんな帰ってる、観客めっちゃいるし、何に期待してくれてるんだ。うれ、よし。ボールは中継、志村ナイスバッティングです。お、なんかすごいの来たぞ。第9投げました、打ちました。初球オッケー、抜けた。センターバックホーム、よし満塁。木村いいバッティングを見せました。ドリル川崎、ストライク、ゲッツーだけは避けなきゃいけない。よし、いいところ、素晴らしい。守備は全然ダメだが、バッティングはまだなんとかなるかも。次は戯れです。まあ焦るな、ゲッツーだけは避けなきゃいけない。ふう、第3球を投げた、打ったピッチャー、うお、よっしゃー。あれ、まあええわ、焦った、みんな足速くないからな、焦るな。なおもチャンスが続きます。右バッターボックスは4番ドミオ、第9投げた、見送った。うおー、すげえ曲がるな。スプリット、うそ。第3球を投げた、打ちました。セカンド左、うわ、2塁フォースアウト。うー、負けた。守備やべえわ。くそ、まずい、終わっちまう。ギャー。でもこっからどうした、どうしてここにいるのでやんす。兄ちゃんはどうしたでやんす。あー、角が折れたでやんす。こいつやべえぞ。子供は嫌いでやんす。おごりでやんすよ。クラカリ一家6でもねえな。トレーニング、よし。うんこまんくん、やったぜ。勝ったぞ、やったぜ。